イモリウム内で隔離、隔離ウムですね。ガラスが到着しました。現状の隔離ケースに入れてるクロサンショウウオ、あれじゃとっても狭いので専用のイモリウムを作ることにしました。イモリウムではなくてクロサンショウリウムですね。ちょっと変ですね。もともとこれ蓋用なので、まあ、サイズも中途半端なんでしょうけど 57.8×14.1 だって、すごい中途半端。水槽ができましたんで、このモデリングソイルなるもので水槽内の形を整えてそれっぽい形にしたいと思います。こんな感じで出来上がりとしたいんですけど、これってあれですよね、スズムシ飼うやつみたいなね。苔が届いたわけなんですよ。苔が郵便で届きました。苔、想像してた通りの苔。上から行きますか。また隠れるところ満載になってしまいました。この真ん中のお池がですね、若干というかとてもアーティフィシャルなので気に入らないんですけど、クロサンショウリウムに入居してもらいます。
戻してしまいました。動きなし。こう動きがないと全く、あ、ちょっと動いた。面白くない。ちょっと動け、ちょっとでいい。やっぱりそこに隠れたかだと思った。ちっちゃい幼体の頃にこういうレイアウトじゃダメですね。苔の下に潜っちゃってますから。どういうことかというと、この下にいたりしますからね。そこに痛いんでしょうね。こうなるとうろうろする生き餌をこう何匹か放って勝手に食べてもらうしかないですね。反対だっつ。反対。こうです。これいいのがこのまま霧吹きできる。